しょ。さあしっかり狙って、よしやった。オッケー。はい、どうも沖縄の鈴木でございます。見てお分かりのようにガンキャノンに乗り換えてみました。うん、さっきのねプレイ支援支援って言ってたけど、汎用機でなんで支援やってんだよ俺はっていう、まあそういうちょっと結論が出てきたんだよね。なので、それだったらそれでちょっと気分変えて、支援機に乗り換えて、本当にこの間アドバイスいただいたように、まあ戦場をねきちんと見渡しながら動き回るっていうことを考えてみてもいいんじゃないかなと思い始めて、まあ基本力を磨くのも大事なんだけれども、まあ本当に味方のためになるプレーをするっていうことを、目標にですね、ちょっといろいろと試行錯誤を開始してみようかなと思います。うん、さて、行こう、やばい、録音ばかり見てるんじゃない、今ちょっと味方が周りにいないんだよな。前に出すぎたか、ちょっと味方と離れすぎちゃった。味方が一気に A まで行っちゃったんで、ついていく余裕がなかったっていうか、ついていけなかった。やばいっす。これはちょっとミスった。どうしよう。とりあえず、逃げたいんだけど、やられた。まあ、いいや。ここはちょっとミスったな。バルバトス対ガンキャノン。しかも第4形態。向こうの方が強いよね、きっと。で、どこから行こう。ちょっとこっから行って、よし、あれ敵は、よし、あ何もする間もなく終わっちゃった。どっち行こう、やっぱりこっちかな。はい、こうやって迷う時間っていうのはちょっともったいないんだよな。この辺りも瞬時に判断を下せるようにならねば。で、あそこに一体やっぱり支援機が、いた、避けたな。OK、よいしょ。ちょっと離れすぎた。あれはもうちょっとうまく動いたらやれたような気がする。ただ今ちょっと周りに味方いないし、また囲まれるような状況になっちゃってるんで、これはちょっと、っていうか、かわすの遅すぎるっていう、ステップ踏むのが遅すぎるし、これはこの状況はちょっと良くない。この状況は良くない、良くない。です。逃げる。あれだ、やられた。ダメだ。なんか、いい方法は、ないもんか。とりあえず、こっから、ちょっと後ろから出ていきながら、どうしよう。D を抑えに行くべきか、それとも、前に行くべきか。まあ、とりあえず、D を回っていこう。あ、誰か来た。どうしよう。とりあえず、こんな感じでプレッシャー与えつつ、よいしょ。あ、味方が来てくれたから、よし。来てくれたんだよな。オッケー。よし、じゃあちょっとあっちに行って、こいつか。外した。ちくしょう。残弾ゼロ。ビームライフルしかないか。よいしょ。さあしっかり狙って。よし、やった。オッケー。サンキュー。さあ行こう。行くぞー。この辺り、もうちょっと近づいた。よし、この辺りから。残弾ゼロ。もうちょっと弾に余裕が欲しいな。向こうもこっちを狙ったり、別のとこ狙ったりとかしているようなんで。よし、このぐらいの距離から。よいしょ。よし。外した？もうちょい近く。やっぱり 500m。もうちょい近寄らないとダメだな。このぐらいの距離から。
そうだね、350から400ぐらいの距離を保ちつつ、よいしょ、中距離からの支援。よいしょ、外した。これマニュアルでちゃんと打てるようになったらいいような気がするんだけど、はい、距離取って、距離を取って下がって、ただこういう時に、よいしょ、あ、よし、こういう動き回り方かな。なかなか中継地点を取れないってあたりが悲しいんだけど、よいしょ、いい、よいしょ、なんか今食らった、どっからか撃たれたぞ。あれ、味方一機しかいないのか。まずい、これはちょっとまずい。あ、よし、撃破してくれた。オッケー。けれど私は狙われていると。うにやろう、ありがたいぜ。開いた。あ、ダメだ。ランチャーストライクガンダムか。なんか欲しくなってきた。まだ確か作れないんだよな。確かに支援機での立ち回り方っていうのを考えると面白いな。よいしょ。あ、終わった。お、勝利。勝ちました。疲れ様でした。さて、どうだ。こんな感じ。もうちょっと、パッパパッパと動いて、ダメージ与えて回れるようになりたい。距離はちょっと取りすぎたかなっていう感じですね。まだ試行錯誤いろいろできそう。面白そうだわ、支援機。出た。ポイントとしては、お、支援ポイント。2番目か。支援ポイント。トップの人が50で、俺が46なんで。で、なるほど。こんな感じか。よし、もっと頑張ろう。もっと頑張れる、これは。というわけで、チャンネル登録、コメント、高評価、アドバイス、よろしくお願いします。この間も言ったけれど、戦友あと数名で終わっちゃいますんで、戦友申請したい方もお気軽に今のうちによろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、それではまた、バイバイ。